自分では改善しようと思っていろいろセミナー行ったり勉強会行ったり頑張ってるんだけど、なんで良くならないんだろう、それで諦めちゃってるような方々も多いと思います。そういう方々にぜひ知っていただきたいですね。経営者の方がすごくレベルの高い決断をしていたとしても、それを伝えてスタッフの方にやってもらわなきゃいけない、うん、その時にはですね、海外念の方が理解しやすいわけですよね。望んだ結果がスムーズに手に入る、まあ、一つの手法なのか、まあ、概念なのか、そういったパッケージだと思っています。いろいろな手法がありますけれども、はい、何をやっても元に戻っちゃう人、響かない人っていうのは芯の部分に問題があるんだと思うので、そこを変えるプログラムっていうのにすごく興味があります。私はリアル協力ゲームコミュニティを作りたいんだなっていうのを分かったんですよ。これはもうここに入って飛び込んでやってみるしかないなと思いました。その思い込みがチェンジできれば、新しい形が生まれるのは間違いないと思います。物の見方が変わるっていうことじゃないですかね。今までの既存の考え方ではなくて、もうちょっと引きで物を見れるのかな、実は後ろにもっとそんなことがあったりとか、考え方が実は、もっと広い上のものがあるんじゃないかなっていうことですかね、はい、ずっと人にどう見られるかっていうのを気にして生きてきたんですね。だから人に嫌われることがすごい怖かったために行動できなかったっていうのがすごい多かったんですけど、そのチェンジでいうところの、まずその気づきっていうところを体感していただきたいかなっていうふうに思います。